はい、私は昨日のメールで、あの、まあ、あの、なんていうんだか、あの、可愛く配信をするっていう宣言をしたわけなんですけど、あの、まあなんかすごく安直な考えというか、まあ可愛いならツインテールみたいなこと言ってツインテールをするっていう。先生さん、おはよう。あ、おはようございます。あ、ほら、こういうことじゃないんですよね。うん、もともと可愛くねえ。18日夜公演行くよ。受付全然よろしくお願いします。わ、よろしくお願いします。やった、無理はしちゃダメよです。いや、なんて言うんだろう、髪型から、そう、なんて言うんだろう、形から可愛く、可愛くしたらどうなんだろうって思って。今日の公演行くよ、ありがとうございます。ポキちゃんも今日の髪型ツインテールだよ。ポキさんも、ポキさんもツインテール。えー、やった、え、やった、え、どうなんだろう、え、見たい。やめなさい。そうで、この皆さんも私の新しい新入りパジャマ、これ18日昼行くよ。わー、やった、待ってます、待ってます。あの、これ皆さん 見覚えないんじゃないですか。これ実はママのパジャマです。ママのパジャマなんです。今朝はツインテールが似合って可愛い。ありがとうございます。お、来た来た来た。アンニョンハセヨ、たかしもユア。お、アンニョンハセヨ、ズコーズコーって。で、いや、私よくママの、なんていうんだろう、あのパジャマをパクるんですけど、あ、ちょっと、あ、すいません、すいません。はい、パクりました、ママの。いや、なんて言うんだろう、よく、うん、いや、私なんかちょっと昨日パジャマを学校前にちょっと急いでて、学校前に、あの、え、 NCT ポテト一押し、え、私ですか、いいんですか、で、フォローしましたって、またもう。いや、本当は嬉しい言葉なのに、なんかちょっとありがとうございます。そう、あのパジャマ、あのパジャマ、そう、昨日あの散らかしたまま学校行っちゃって、ちょっとだけ時間なかったんですよ。だからそのほっぽって言ったら、あの、え、ほっぽって言って新潟弁ですか、これ。あ、違う、なんか、え、なんだっけ、え、ほあ、なんだっけ、ほっぽっといて、あ、コンタクトが、あ、関西でも使う、あ、じゃあ違う。
そうだからほっぽっついたらなんか私のパジャマのタンス棚サラハゴいっすよ、などサラハゴいっすよ言ったらパジャマのとこにパジャマがなくて、って言ってまあさーっとママのとこからパジャマ取りましたよねでこのパジャマがママが中学生の時に買ったパジャマなんですよ。これなんて言ってるか読めますか。 When you are ん When? ちょっと待って読めない。When you are as great as I am It's あ、読めない、なんで It's hard to It's hard to なんて読むんだろう、ちょっと分かんなかった。ママが今恥ずかしいんですけどちょっと LINE 送ってきた。ああうん、まにいやぎはごいっそよ、いっぱい話がありますねって。おえすごくないですか。できたできた。え多分合ってる。えでも優しいですね、こうちょっと開けてくださる。ああ言った。あちょっと待って何か朝ってすごすぎる。うわーやったー、できた。ブレスハウス Thank you。 そうだから、あでも昔のママ今朝は特にめっちゃ可愛いツインテールだからか、ありがとうございます。昨日のスイスイさんの配信に影響されて私も可愛く配信したいなって思ってやったけども、なんて言うんだろう、言動はまあ変わってないっていうか、めっちゃ可愛かったんですよ。いや可愛いは皆さんご存知だと思うんですけど、なんて言うんだろう、癒されすぎる。なん可愛かった。パジャマ、そうパジャマはパジャマでも可愛いパジャマなんですよ。こうママのパクったやつとか着ないで喜ぶねえ、ふわっとした可愛さで。たかしありがとうございます。おーすごい、はじめましてでもないです、でもないです。私が焦って、本人とか言って、高島座物持ちいいよね確かに、確かに文字だけで見るとあんま分かんなくないですか。確かにたかし確かにねえ
ママの昔の写真見ると謎、ママなんか別にママをめっちゃ褒めたいわけじゃないんですけど、可愛いんですよねとか言って、なんかちょっと可愛くて昔のママの写真そう見たんですけど、ママギャルだった、ママいやちゃんと清楚でした、真面目な、いや可愛くて、なんか三つ編み、あ三つ編み、そうなんかちょっとなんか別にそんな私ママがそのなんていうのママコンとかそれぐらい別に好きなわけじゃないんですけど、ちょっと可愛くて、なんて言うんだろう、なんかほっぺがぷくってしててほっぺぷくってしてて、なんか目がこうなんかキュルってなってて、ママに推し変します、あハングルで表現したかったけど無理だった、あ私も分かんないかも、ママ可愛いよね、分かる、なんてこと、私が褒めたっていうのにいやでも可愛かった、そう昨日の 50m と100確かにママにではあるかもしれない、ママにだけどちょっとパパが入ってる、なんか形はママなんだけどちょっとだけこの顔のパーツがちょっとだけパパが入ってる感じ、でも結構うん、目はパパとママのハーフって感じ、でも要は結構幅狭めだから、特にこっちとかね、今狭い、こっちの目めっちゃ幅変わるんですよ、広い時と狭い時の差が激しい、カッターは叱られるから今も可愛いと思う、いや可愛いけどパチクリおめめなんですよ、そう羨ましいたん、まあまあでもなんか、まあ、何気に私のこのなんて言うんだろう素朴な顔すごいジガジさん配信みたいになってる、素朴な感じも、まあ最近はなんかゆうたんの目って純粋だよね、え、そうですか、ありがとうございます、なんかこのアイドルになってからなんかちょっとだけ自分の顔が好きになった、いやでも可愛い人を見すぎてちょっと自信なくすっていうのもあるっちゃあるんですけど、いやみんな割と素朴で確かに、あー、うん、昔まあまあまあ、あフォローしましたありがとうございます、いつもね動画で、小学生みたいだなんかすごい量左右の量の違いよ、いやでも毛量がこれで普通の人に1本分とかじゃないですか、そんなことはないかねえ、 50m と 100m 昨日やる予定だったんですけど、うん、あの体育ん違うグラウンドにでっかい水たまりできちゃってできなかったんですよ、おしまいしよう、いや三つ編みなんかすごい褒めてくる、お優しい、ほ
本当はそうめっちゃ全力で走るつもりでタイツも履かずにちゃんと短パン半袖短パンで行ったのに、おはゆうたん、あこの前スイスイさんとお写真撮ってらっしゃった、今日劇場行くので受付よろしく、うわ来てくれるんですか、お願いします。そう緊張走りしたかったんですけど、いやしませんよ、私も体育ガチ勢ですから、本当に本当にガチなんですよ、もうな準備体操からうわおうわ難しいぞ、余順ハングゴルペウゴイッソよ、最近ハンハン最近韓国語を習っています。え待ってユアちょっとなんか意外と喋れるかも、喋れないけど、でも打てるのすごいですね、私打てないかん、なんか読めるけど打つのちょっと苦手で、パッチムとかちょっとよくわかんない。あ75日ありがとうございます、半袖短パンの高しみいやそうどこかの野球少年みたいなとこなんで、よっしゃ行くぞ、あよっしゃ行くぞですよ、あかわいい、ありがとうございます、アンパンアンパン、後ろ歩きでトラック一周してみよう、足上げの形が分かるらしい、後ろ歩きでトラック一周、わっ三つ編みになってる、かわいい、あそう三つ編みにしたんです、ありがとうございます。韓国語のヒアリングは得意、知ってる単語はちょっとおーってなるんですけど、おはようおはようおはよう、あちょちょちょかわいく、おはよう高島元気単語がね、知ってる単語は知ってるんですけど、でも最近よく韓国の曲聴いてたらハヌルとか空っていう単語がめっちゃ出てきて、私が最近知ったからなのかもしれないけど、それはめっちゃ聞こえました。マシソよ、あ、ちょっと待って、マシソよいちごバナナアーポー私の机に飾ってあります今マジそよ、 It's delicious、 あダメだ、もう覚えてない、なんだろう何があるかな、美味しい、はい、すごいね、ね、イベントの最終日にねいちごバナナアーポーって言ってねやりました、懐かしい、いやそう百均で買ってきたんですよ、人参はない、人参がない、トマトじゃない、これなんだ、あリンゴか、リンゴと桃とみかん、オレンジか、オレンジとパイナップルとなんだっけ、グレープ、グレープとストロベリーですとか言って、おはようございます、
ですね、懐かしい。そう、あの最後の高志公演は、あ、待って、あ、できるじゃないですかこれ。I have a pen. I have an apple. Oh, apple pen. I have a pen. I have a pineapple. Oh, pineapple pen. Apple pen. Pineapple pen. Oh, pen pineapple apple pen. Dun, dun. ありがとうございます。面白い女いただきました。懐かしいですよね。え、でもね、これ面白いじゃないですか、これ好きですよ結構。でも今入室したので何事かと思った。普段はあの可愛く、なんて言うんだろうの、え、結構可愛い感じのキャラで、なんて言うんだろうの、清楚キャラ、清楚とあざとキャラで、やらさせていただいてて、NGT48 研究生 の、 あの可愛い担当の、ゆうたんこと高島ゆあです、よろしくお願いします。そんなことないよ。スイス配信なんですか、スイスさん。そうだったっけ、え、すでに手を振る。なんてこそ。はい、そうですよ、初見ですって言われた時がタイミングなんですから、可愛く変化する。あ、初見です。あ、私もあの、ありがとうございます、来てくださって。私もとっても嬉しいんですけど、いつもはいちごが大好きなゆうたんってことで、あとはニンニクも大好きっていうことで、あの、はい、歯磨き頑張ります。怖い。そんなことないよ。はい、いや、でも本当は可愛いアイドルになり、ん、まだまだ希望ある。いや、でもなんか本当はアイドルになったら、あの、あ、初見です、おろしました、ありがとうございます。で、私本当はアイドルになったら、あの、可愛く、可愛く、なんて言うんだろう、可愛い、可愛く生まれ変わるつもりだった。なんて言うんだろう、ちょうどいい切り替えのタイミングなのかなっていう思ってて、でそれでなんか、そう、4期生で最初集まった時とか結構猫かぶってなんか、あ、おはようみたいなこと言ってたんですけど、今はおはようっていう感じ。おはよう、眠いねって言って、あ、ごめんなさい、今大丈夫でした、イヤホンの方とかいらっしゃるかな、ごめんなさい、ごめんなさい。です。はい。あ、ユニコーンだ。かわいい。はい。あ、スピーカーさん、すいません。大丈夫でした。何日持った猫かぶり、2週間ぐらい持ちました。結構意外と長くないですか。でもまあ仲良くなるにつれて、まあ、みんなだんだんおはようって感じです。はい、なんかで意外と持ちましたよね、2週間は。から、まあ、
最初感じたんですよ。あ、ゆあちゃんって可愛い系の子なんだっていうのが、なんて言うんだろう、あの、まあ、4期に知れ渡ったら、ゆたの他に猫かぶってた人はもういい、みんな猫かぶってますよ。アンナ、うん、アンナもそうだけど、アンナと、でもコマはずっとあの可愛い、なんていうの、人懐っこい感じのキャラで、コマはもともとそうで、あと、いや、アンナですかね、アンナです。本当に本当に、なんていうんだろう、静かな子かと思ったら、たかし写真撮ろうみたいな感じ、時すでに高橋で、でもアンナさんが人見知りなんだ、それだ。じゃあ私な、猫かぶってたわけじゃないのか。今はね、本当にもう面白い。4期の清楚は、清楚がいないかもみたいな、いるのかな、なんか清楚でも一番そのみんなが想像するアイドルみたいなのはカッピなんですよ。カッピ、あ、サホ、あ、でもサホも面白いですよ。でも確かにサホかも。ももちゃんはもう面白い人じゃないですか。で、ナギも、私もナギの顔がタイプすぎて、あの最初集まった時写真撮ってもらう、写真撮っていいみたいな、めっちゃ可愛かった。かわいい今も。あと、もうだから私もナギに影響されて、今目の開いてた、口に手がちょっと、ここに色をのせるっていうのをちょっと、めっちゃ可愛い。いや、みんな可愛いんですよ。なんだかんだね、剥がれたとか言っときながら可愛いんですよ今も。私も、はい、頑張ります。はい、じゃあ、壇上読みさせていただきます。13位、たこすけさん、ありがとうございます。13位、たこすけさん、ありがとうございます。12位、ともじいシャリジョーチュンさん、ありがとうございます。11位、たかおさん、ありがとうございます。10位、ケータンとカレーさん、ありがとうございます。9位、ケンボーズさん、ありがとうございます。巻き舌。8位、てるてる坊主さん、ありがとうございます。7位、イチョールさん、ありがとうございます。6位、キョルちゃんさん、ありがとうございます。5位、アベベポキさん、ありがとうございます。4位、イチタさん、ありがとうございます。3位、ドゥルル、3位、ドゥルルルルルルルドゥルル、オルルオルルルルルルじゃん、埼玉のおじいちゃんさん、ありがとうございます。2位、ドゥルル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 ルじゃん、ミミレパパさん、ありがとうございます。1位は札幌ラーメントルルルルちゃん、ミーさん、ありがとうございます。ありがとうございます。おはよう、おはよう、おはようございます。ありがとうございます。結構最後うまくなかったですか。札幌ラーメントゥルルルルじゃん、や
っぱり札幌ラーメンさんだと結構うまくいくかもしれない。はい、ありがとうございます。皆さんも、おお、なんだ、びっくりした今。あ、キャッチフレーズだけ最後にやっちゃおうか。はい、私は誰？ユアー、ユアー、 Yes, I'm you. ありがとうございます。ユニコーンに乗って新潟から世界へ羽ばたきます。新潟県出身、最年少14歳のゆうたんこと高島ゆあです。よろしくお願いします。ゆうたんが一番可愛いよ、高島が一番可愛いよ。ありがとうございます。はい、高島がいっちゃんとろろいもだよ。ママが、ママが一番か、ママ、ママ別に、ママ、高島103番目なら高志が確かに可愛いよ。ありがとうございます。ゆうたが一番札幌ラーメン、確かに今日一番札幹ラーメンとろろ芋って言ったかも。はい、じゃあ皆さん、おはようございます。今日は水曜日ですね。水曜日が高志が確かに可愛い、高志が高志に可愛いよな。ありがとう。私が歌い、高橋が、高橋かわいい。ユニボー？よかったね。ユタじゃないんだって。そう、水曜日、本当だ。水曜日さんなので、はい、皆さん今日折り返しの日だと劇場公演もあるので、ぜひ受付と前座で待ってます。ありがとうございました。バイバーイ。 JKT48 知ってました？知ってます。私 I like I love フリッチー。